皆さんこんにちは、チャンネルイボークのソウジです。今日は、僕の、デイリールーティーンの動画を撮れと長澤から命令されたので撮っております。はい、もうすぐ起きます。はい、朝は結構強いのでアラームが鳴ったら1回で起きれますね、大体は。そして大体起きると朝は顔をこする癖があるのと、習慣として携帯で SNS とあとは YouTube スタジオをちょっと見ます。大体すぐに立ち上がれますね、寝起き強いですね。あとは最近始めた習慣で寝起きに朝お香炊くっていうのをやってます。何のお香かちょっとまた載せときますけど、あの三角形のやつですけど、これ炊くとなんか朝頭がすっきりするんですけど、あの、まあ、避難で言うて、あの火事ならないように気をつけてください、皆さんは。はい、ちなみにこれは一発撮りで声を取ろうとしています。ファーストテイクの要素も兼ねています。おはようございます。今日は朝ごはんを食べます。普段食べない時も多いんですけど今日は食べます。椅子は仮設の椅子です。勉強机はもう荷物置きとかしたのでもう普段使っていません。はい、パソコンを開いてですね、朝何の編集が今日しなきゃいけないのかとかスケジュールを大体確認します。はい、今日食べるものを、紹介するします。今日食べるのは紅鮭ですね、焼き鮭です。おにぎりの中では一番紅鮭が好きです。はい、もうご飯とかいらない、紅鮭だけこう丸かじりしていくだけで僕はなんとか栄養は全部取れている気になります。5大栄養素が入ってるとか入ってないとか鮭には知らないけど。はい、そしてですね、まあ飲み物の代わりといっては何なんですけど、今日は、生卵を飲んでいきたいと思います。はい、普段から飲んでるんですけど、生卵には非常にたくさんの、あのタンパク質が含まれているので、あの体鍛えたい人とかちょっと痩せてるのだろうなとかいう人はこれを、真似してみてはいかがでしょうか。本当に生卵をコップに割ってこう混ぜるだけです。でもやっぱりあのジュルッとしてますんで、あの慣れてない人がやっちゃうとかなり体への負担が大きいと思うので、あの僕ぐらい毎日やってるよっていう人じゃないとこれはあんまりおすすめできません。ロッキーとかもやってた気がするけど、彼は僕の真似をしているのかもしれません。はい、もうゴクッと一口です。だいたい卵1個あたり2口です。はい、ちょっと笑ってもさ今日は一人で撮影しています。はい、だいたいの作業が終わると朝ごはんの口のモヤモヤが残っているので、だいたい歯を磨こうとします。だいたい朝ごはんの前に磨きようと言われるかもしれませんが、そういう時もあります。はい、歯磨きはだいたい部屋でやります。なぜなら時間がもったいないからです。歯を磨きながら何かをしておけば一石二鳥だという考え方です。だいたい僕は携帯を見ます。歯並びがあまり良くないのでかなり綿密に磨かないと歯と歯の間にゴミが挟まってしまうので、結構歯並びや歯磨きはきっちりめにします。今日は舌磨きもします。はい、こういうこともたまにあります。ああちょっと、ああえずいちゃってる、ああああはいはいじゃん、大丈夫。だいたい5分ぐらいで僕は歯磨きは終わります。だいたい朝になったらその日のなんかこう記憶を忘れないようにスケッチをします。その時の感情とかどういう風なインプレッションがあるかっていうのをだいたい書き留めておくことが多いです。だいたいペンで書きます、僕は。それ用のスケッチブックが、常に机の上に置いてあるんですけど、はい、この日はあまりペンがよく走らなかったようで、あまり機嫌が良さそうではありません。はい、こういうメモのうちから本番の木製パネルの作品につながったりも結構しています。だいたい草木に水をあげるのも結構習慣としてあります。本当でこれでいいのかと思うんですけど、一旦スプレーでシュッシュして土を軽く湿らせます。はい、やっぱり草も木も
同じ人間なのです、あ、同じ生き物なのですから。ちょうどスプレーなので髪の毛の寝草もこの時に直します。一石二鳥です。とにかく時間がない時はこういう感じでジターンジターンという風な雰囲気でやっております。はい、服を着替えます。服はもう本当にね、いつも決まっています。最近買ったシンプリコンプリケイティッドのデニム、これが一番いいので、朝起きたらこれを適当に履いて、上は自分でデザインしたヘブンフォーエブリワンという T シャツを着ます。今これつけてるのはヘアオイルですね。なんかラックスのいいやつ、いいやつでもないかな、 Amazon で300円か400円ぐらいのやつを買いました。これでいいです。はい、香水です。シチューシーとギャルソンのコラボのラグナビーチってやつを僕は結構つけています。普段あまりつけません。今日は久しぶりにオフでお出かけするので、財布とサングラスをカバンに入れて、ちょっと外へお出かけしようと思います。行ってきます。はい、マンションに今歩いてるんですが、この映像は全くいりません。最近自転車によく乗っています。しての通りです。はい、マンションの駐車場からベロを出したらピューンと行っています。ヘアオイルだけだと髪の毛が広がるので、普段はワックスをつけたりもしますが、今日はオフなのでヘアオイルだけです。サイクリングは非常に気持ちいいですね。全然空気入ってん。あ、空気入ってない。だろ、あ、だるい、言っちゃった。バリキモ、あ、バリキモ、言っちゃってる。あ、悪口言っちゃってる。バリキモ、あ、口が悪い。正味バリキモ。あの、景色がすごく綺麗なだけに非常に残念だ。うん、あまり言わない方がいい。自然が気持ちいい。気持ち、気持ちいい。うん、これで取り返そうとしてる。あ、自然が綺麗。空気入ってない。あ、空気入ってない。バリキモ、いや、バリキモ、言っちゃってる。酔うでしょ、こんなに。今日は川に行こうと思います。はい、川に着きました。よいしょ。僕は自然が大好きなので、だいたいこういうところで作業することも多いです。さっきの椅子を置いて一日中ぼーっとしたり編集をしたりということが最近よくあります。草が邪魔ですね。せっかくオフで川来たんですけど、はい、ちょっと暑いし虫ばっかりなんで、もう家帰ってもう寝ますんで。あ、家で寝るとか言っちゃってる。悪いけど今日のこの一日ルーティンの動画終わりです。はい、あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃった。よっしゃ。あ、終わっちゃった。